編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。岩井とズッキーのよもやま話。受験生版よもやま祭りです。たくさん使用してね。そうですね、これあんま近かったですもんね。人気ない、はい、もうちゃんといろいろ喋るから、はい、みんな見て、はいはい、こんな感じです。ちょっと今日もニュースもありますしね、はい、ということで、まあ、このコンテンツは、まあ、2回目なんでもう一度お伝えしますと、今月、まあ、5月に起こった何かこうニュースを振り返りながらですね、6月に起こることを何かあの告知をしていくというようなコンテンツなんですけれども、まあ、5月は何といっても木下先生そして岩井義明志願会が配信されましたね。いろいろ書かれましたね、はい、でもね、俺が思ってるほど俺叩かれないっす。ははは、まあどうせ志願者いねえんだろ、はい、いないんだよ、はい、いないからやってんすよ俺ね。だけど自分の金でやれやとか、まあ多分こうやってつくんだろうなってのは書かれたんですけど、意外と岩井さんその年になってまだね、うん、チャレンジを続ける岩井さんのことを応援しますとかって書いていただいたんで、ちょっと嬉しかったんですけど、僕はあのガチでやるんで本当に、はい、まあ65歳にして受験って言ってて、来年の3月で僕社長引退してそこから本格的にはやるんだけども、今のうちからちょっとやっぱ英語やんないと間に合わないなと思ってるんで、ちょっと準備を始めますよ今から。どうよ、すごいっすよ。すごいとしか言いようがないけどね。いやすごいすごいすごいっす。頑張る、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、追っかけます、はい、自分で自分を追っかけます、はい、まあそういう回があったと、はい、で木下先生の回も面白かったね、はいはい、あれ全然もうみんな大人気だったんで、うん、非常に好評だったんでよかったんですけど、はい、まあこういうね特別回があまりないようにこれから、うん、あの志願者の方に来ていただきたいと思ってんですけどね。はい、木下先生は、まあ、今月収録でも虎として来られたじゃないですか、はい、やっぱ相変わらず、はい、でもねやっぱ木下先生って、はい、なんて言うんだろうな、この間も言ったと思うんだけども、はい、割と僕と価値観が似てるところがあって、はい、ある意味ダメなものはダメってちゃんと言える人ですね、はい、とても良かったと思います、はい、でもちょっと前回よりはなんか口数が少なかったよう なるほどなそんな気がしますね。先生もっと喋ってよと言ってます、はい、そんな感じでした。わかりました、はいはい、で、まあ、配信された回ではですね、秋野さんとですね、はい、まあ、フロリダとつないでこうズーム収録みたいなのあったんですけど、やっぱ海外の志願者の方増えていて、そうなんですよ。実はこれ秋野さん回も流れたと思いますけれども、はい、今月の収録も同じように海外の方が見えたんですね、はい、だから2ヶ月連続でズームでやりました。で実はこのズームっていうのは受験生版では初めての試みだったんだけど、本家では1年以上前にひろゆきさんが、はいはい、あったんで、あ、まあできんことはないなと思ってやってみまして、で虎の人にも聞いたんですよ、はい、どうですか、やっぱやりにくいですかって聞いたんだけど、いや意外と普通だよ、普通にやれるって言ってたんで、海外の方のためにもね、これからもこれ普通に OK としてやっていきたいというふうに思ってます。そうですね、だから本当志願者の方って結構海外の大学っていうことがキーワードになってる方が多いんですよね、はい、はい、ということでしたね。であと新トラでは中原先生も登場しましたね。そうです、はい、何塾だって忘れちゃったよ、もう最近ねいろんな塾の人が来るんで忘れちゃったんだけど、はい、旧大の医学部出身、はあはあ、旧大専門塾ですよね、はあ、まあ、いろんな塾があるよな最近は、はい、本当に多様化してきてっていう方が、まあ、デビューされました、はいはい、あとですね、まあ、新コンテンツ、うん、これ皆さん新コンテンツになっているということにお気づきだったか分かんないんですけれども、はい、まあ、ナッシングバットトライングっていうのとあれから日記っていうのが出ました、はい、ナッシングバットトライングってどういうコンテンツかっていうと、うん、まあ、ナッシングになってしまった志願者の方々をなかなかちょっと私たちも進捗報告できてなかったんで、はい、まあ、ナッシングになってしまったけれども、まあ、今何か挑んでいるよっていう人たちにですね、はい、声かけて、あぜち君もですね、実はちょっとサムネイル分かりづらいんですけど、はい、あぜち君も実は、そう、あぜち君が来てくれたら、ね、ここにね、ここにね、はい、はい、お土産まで持って、はいはい、ということでそのナッシングの志願者の方々の進捗っていうのをお伝えするようなコンテンツ始まったり、うん、あれから日記っていうのはちょっと受験メンタリーとは違う、まあ、受験が一旦終わってで、ね、はいはい、っていうような形 の、はい、方々のコンテンツをやったりとかっていう感じで、はい、ちょっとまあ志願者のその後っていうものもですね、受験メンタリーとは違うコンテンツでこれからも出していこうかなというふうに思っています。そうですね、まあ、確かにちょっと今いろいろ考えてみると受験生版って出るの怖いなっていうのがちょっと最近強いんじゃないかと思っていてですね、うんうん、まあ、こういうコンテンツで、うん、はい、まあ、全然こうやって仲良く埋めてもできていますよとか、収録配信終わった後もですね、はい、実践楽しく生きてますよという様子をちゃんとお伝えしなきゃなというふうに思って、そうですね、はい、そんなコンテンツを見ました。であとはですね、それに伴ってまあ、受験生版の志願者の方々たくさん集まってほしいなと思ってるんで、はい、今日から、うん、受験生版の志願者応募のですね、うん、未来の志願者たちへというような LP サイトをオープンさせました。ねえ、はい、お金かけました。かけました、はい、
でこれまあ見ていただくと、はい、まあ、どういう手順で自分たちが志願していくのかとかっていうところだとか、うん、あとはもう隣の方々も怖そうですけど、一応この間ですね、収録の間に、うん、まあ、新しく来る志願者の方々に一言っていうので、うん、あの動画を撮ったんですね。その LP サイトが見れるようになっていて、はいはい、今日だからオープンで、今日のこの概要欄から入っていただくと分かるんですよ ね、 すね、はい、ぜひ皆さん一回見てみてください、はい、今日の概要欄、細井さんも優しそうですよ、はい、はい、っていう感じになっておりますんで、なんかこの間 の、 あの収録で細井さんご自身が、はい、結局志願者が集まらないと俺と岩井さんが怖いからじゃないみたいなこと言ってたので、ね、違うん、まあ、でも分かってない。確かにあの社長がおっしゃったみたいに林さんっていう人が入ってまた違う先生が加わると、うん、もう少しこう志願してみようかなみたいな気持ちがかもしれないですよね、はい、はい、っていう感じになりました、はい、というのが、まあ、一応5月の報告できることかなと思っておりまして、はい、6月ですね、うん、新しいドラマまた加わります、はい、菊崎さん、菊崎さんとかですね、はい、これは菊塾、はい、はい、ここもなかなかに専門特化した塾なんで、うん、まあ、詳しくは多分平和の頃を撮りましたので、はい、あのぜひあの参考にしていただきたいと思います、はい、で、あとですね、撮りましたって言ったら撮るの忘れた、あ、マジマジですか、マジです、やばい、菊崎さんごめんなさい来月撮りましょう。そうですね、また来月収録の時、はい、撮らせていただこうと思います、はい、はい、でですね、これが一番大きい、そう、あのご案内ビッグニュースですよ、はい、これ、はい、受験生版タイガーファンディングのオフ会をやります、オフ会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 です、はい、実はですね、レオントラはオンラインサロンを設けているので、はい、まあ、オンラインサロン内で定期的にオフ会をしていたんですね。でも、はい、こっちの受験生版に関してはこんだけフロアの方が集まったのに、うん、まあ、一回もリアルで会う場がなかったなということなので、はいはい、まあ、オフ会を開きましょうと、うん、でこれちょっと何個か条件があって、一つは受験生であること、はい、まあ、もしくはその親御さんであること、はい、みたいなことがですね、ちゃんとあのきちんとフォーム上で取れるようにしておきますので、これもあの間違えてもらっちゃ困るのは、はい、例えば高校3年生でなければいけないって話なんですね、じゃないですね、はい、要は2年後でも3年後でも受験をするっていうイメージを持ってる方なら誰でも OK なん で、 そうです、ね、まあ、高1でもいいし、はい、極論中学校1年生でもよくない、はい、いいですよ、はい、でですし、あと本当に社長みたいにこれから大学に入りたいっていうようなあのもう20代30代とあの学生と言われるようなティーネージャーを終わった人たちですね、あの全然来ていただいて、でもさ、それだけ言っとくとさ、はい、なんかさ、あのなんか紛れて変なのこれ、まあ、来そうなんですけど、一応それは訪問のところで、あの10代以上、うん、以外の方はどういう理由があっていきますっていうところは、はい、あの来ていただくって形にしようと思ってます、はい、でこれ分かりました、あのレオントラのオフ会は大人が来るので、まあ、お酒も出したりとかして、まあ、一応有料でやってるんですけども、はい、このオフ会に限ってはですね、うん、まあ、もう見せれる方々いらっしゃるので、はい、まあ、お酒とかマッキーさ出しませんと、はい、いうことなので、まあ、我々の方でですね、会場準備して、うん、そこにまあ無料でご招待してですね、はい、まあ、虎の方々だったりとか、まあ、岩井さんだったりとかがですね、まあ、いろいろ話をしたりとか、はい、あとはなんか現場であのちょっと出たいけど勇気がないなっていう方がいたらですね、うん、あのリアルにあの志願者面談とかもしていって、はい、まあ、ちょっとその収録までっていうところですね、あのお伝えしていったりとか、なんかそんなことをしていこうかなと思いますね、はいはい、これ、概要欄にちゃんと詳細貼れるんだろうか、今日まだちょっと貼れないか、そうです、ね、また別の動画でも撮るかもしれないね、はい、はい、ということで、おそらく7月ぐらいかな、はい、一度第1回のあのオフ会をやりますので、はい、ぜひ、まあ、遠い方も頑張って来ていただきたいと思いますけども、土曜日かな、多分 ね、 ね、はい、多分土曜日になると思いますので、皆さんがお休みの時にあのぜひやりたいと思います。あんまり夜遅くじゃないですから、そうです、ね、ご心配なく、はい、日中だね、はい、はい、ということでね、頑張りたいと思います、はい、はい、ということで、受験生版山祭り、本日は以上となります、はい、ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング志願者募集中、夢に踏み出したい熱意のある方大募集、詳しくは概要欄から。